エリーゼ、今日も俺と対決するか。昨日の鬼ごっこは俺の圧勝だったからな。今日は何で勝負する？やる気だね。今日の遊びはかくれんぼだよ。かくれんぼか、いいだろう。今日もちょちょいのちょいで勝ってやる。ふふん、それはどうかな。私だって今日は負けないんだから。よし、じゃあ俺が30数えてる間にエリーゼは隠れてこいよ。はーい。ちゃんと目つむっててよね。あいつどこ行ったんだ。お、こっちの部屋か。いないな。エリーゼ、おーい、こっちか。ここにもいないのか。もう夕方だ。あまり遅くなるとまた姉さんに文句を言われるだろうし。ああ、でも降参するのは悔しいな。おーい、エリーゼ。ねえ、まだ見つけられないの？もう降参しちゃったら。うわ、エリーゼの声。どうだ、どこにいる。くそ、参ったよ。俺の負けだ。やったー、あたしの勝ち。これで一勝一敗、おあいこだね。うわ、エリーゼ。くそ、一体どこにいたんだ。ふっふっふ、どこでしょう。悔しいが俺の完敗だ。ちょちょいのちょいなんて言って悪かったぜ。だからどこに隠れてたのか教えてくれよ。いいよ。実はね、ずっと後をつけながら物陰とかに隠れてたんだ。なんだって、全然気がつかなかった。私かくれんぼは昔から得意なの。他にもいろんな隠れ方知ってるよ。そうなのか。エリーゼ、俺にもかくれんぼのコツを教えてくれよ。え、教えたらまた一緒に遊んでくれる？ああ、負けっぱなしってわけにはいかないからな。コツをつかんでからもう一度かくれんぼで勝負させてくれよ。やった、それならもちろんいいよ。例えばね、アーマーナイトの鎧の中に隠れたり、町娘に変装したり。おお、すごいな。俺だったら絶対そんなの思いつかないって。でも代わりにすごい足が速かったじゃん。そうだ、速く走るコツを教えてよ。私だって追いかけっこで勝ちたい。もちろんいいぜ。じゃあ今度教えてやる。やった、ありがとう。約束ね。おお、よろしくな。また明日も勝負しようぜ、エリーゼ。うん、明日も絶対に負けないよ。